皆さん、どうもこんにちは。ワンディーアンドユーポンです。今日はちょっと皆さんにお話があります。検証動画ですね。本当にそれなのか、まあ、何かというと、この前紹介したスマートだけどめっちゃ映える筆箱紹介ってやったじゃないですか。このピンク色の筆箱の中身を紹介したと思うんですけども、その動画のコメントに、ね、知ってる子もいると思うんですけど、その動画のコメント見たときにびっくりしました。ユーポンはマジでびっくりしたから、なんでと思って、ね、で何かというと、結構何個かねそのコメントがあったんだよね。どこだ、はい、2個かな、これ。まず6分23秒の時なんか聞こえるの私だけっていうコメントと、6分24秒の時なんか男の人っぽい聞こえたの私だけっていうコメントが2個あるんです。なんかこの子なんか怖いって書いてあるけど、確かに怖いね。マジ怖かったから、ユーポンが学校から帰ってきて、ママポンがねえ言ったんです。でもと思って、なんで男の人って聞いてみました。本当に男の人の声なの。男の人の声が入ってるんだよ、ちゃんと。女でもない男でもない、女でもない男だ聞きます。でその動画がこちらです。という感じです。ではもうちょっと聞いていただきましょうか。この声一体何なのでしょうか。ここなんです、あの二人が言ってたことは。男の人の声が聞こえる、本当に聞こえました。聞いた時はマジ男だと思って、マジで男でびっくりしました。で今からね、編集したやつを見ようと思います。これで本当に男の人なのか、マジ怖かったから、あれなんでと思って。だってさ、おかしくない？普通におかしすぎるよね。なんで男、しかも変なところで。いくよ、ここら辺。え、どこじゃこれ。え、YouTube で聞いてる時の声違くない？男っぽい？ちょっと口動いてたっけ？動いてんじゃん、口動いてるよ。ほら、口動いてる。普通にさ、ユーポンじゃん、これ、これ。でもさ、視聴者さんがさ、男の人の声って言ったからさ、ほら、脳みそがさ、男ってやってるわけじゃん。だから男の人の声にしか聞こえなかったわけよ。で、しかも画面ちっちゃいからさ、わかんなかったの。パソコンで見ると画面大きいからさ、こいつ口動いてんじゃん。めっちゃ男だ！やばいね。声マジで男じゃん。てか、なんて言ってんだろうね、これ。マジで男だった、声。てか、でもよかった。なんかさ、ここにお化けいんのかなとか思っちゃった。自分の声って分かんなかった。うん、男じゃんこれと思って、一回あ最初聞かせてもらった時ね。そしたらユーポンだった。おもんなこの動画、マジでね。一番最初お化けかと思った。でも女の人の声じゃなくてよかったなと思った。女の人だとちょっともっと怖くなる。助けてとか言ったらちょっと怖いもん。ねえ、それ思った、マジで。普通の男です、私。よろしくお願いします。いやね、でもね、しょうがないよ。声が低いから、元から。どうすればいい？マジでさ、悩み、声低いのが。こうやってさ、視聴者さん二人にも男男って言われてるわけじゃん。ショックじゃない？実はユーポンだったっていう。そう。他はさ、ちょっとまだマシじゃん。ここよ。でさ、そう、一回は本当だ、男の声だと思ったけど、もう一つユーポンが
あれもしかしてと思ったのが、なんか声って変えられるじゃん。モアポの子いつも高い声で変えてるけど、その太いバージョンってあるわけよ。それで間違えて設定しちゃったのかなと思ったの。でも今編集のやつ見てみたら設定されてないわけよ。ってことはやっぱり自分の声ってことだよね。生の声でこの声です。だからこれもっと太くしたらってなるわな。だからさ、こういうやつでユーポンそういう設定しちゃったのかなと思ったの。自分の声どうすれば可愛い声出ます。だからモテないんだよね。でもマジでこれはびっくりした。最初こんな声この家にいるかと思って、聞いたことないもん、こんな男の人みたいな声。そしたらその声がユーポンだったっていうオチよ。面白くない？でもまさかこれがユーポンの声だと思わなかったべな。でも検証の結果ユーポンでした。あのコメント書いてくれたお二方、あとはまあ他にねコメント書いてなくても気づいた方も中にいると思うんですけども、本当にあのびっくりさせてしまいまして申し訳ございませんでした。ユーポンの男声でした。じゃあ、男声で知れますか？どういう？出ない？イケメン？低い、結構。はい、ということでチャンネル登録とチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、LINELIVE、TikTok の方もフォローよろぽんです。ではおつぽんなんか声変わりまだしてない男の子みたいな、多分そんな感じだと思う。でもいるよねこういう声、普通に愛してるよ